ボストンはアメリカ海軍の防護巡洋艦。艦名はボストンにちなむ。その名を持つ艦としては5隻目。ボストンはペンシルベニア州チェスターのジョン・ローチ・サンズ社で寄港する。1884年12月4日に浸水し、1887年5月2日に艦長フランシス・エム・ラム税大佐の指揮下収益した。海軍入ネイビーの2隻目の巡洋艦として、 完成したボストンは、1888年まで、任務への準備が完了しなかった。その後アメリカ国民を保護するため、グアテマラとハイチへの巡航を行う。1889年9月30日に、発展艦隊に合流し、12月7日から1890年7月29日まで、地中海及び南米への巡航を行い、1891年には、 東海岸沿いに活動した。1891年10月24日にニューヨークを出港し、ホーン岬を経由して太平洋に向かい、1892年5月2日にサンフランシスコに到着した。ハワイ王国への介入のための巡航を除いて、ボストンは西海岸に泊まり、1893年11月4日にベアアイランド海軍造船所で、 予備役となった。1895年11月15日に最終駅すると、ボストンは1896年2月25日に横浜でアジア戦隊に加わった。その後4年間、東洋におけるアメリカ合衆国の権益を保護するため、活動し、米西戦争ではマニラ湾海戦及びマニラ占領戦に参加した。 その後も講和を支援するため1899年6月8日までフィリピンに泊まった。1899年8月8日にサンフランシスコに帰還したボストンは9月15日にメアアイランド海軍造船所で予備役となる。1902年8月11日まで予備役に置かれた。後、太平洋戦隊に再び加わった。 1905年6月16日から25日まで、オレゴン州ポートランドで開催された、ルイス・クラーク探検隊100周年博覧会に参加し、1906年4月23日から5月10日まで、サンフランシスコ地震の被災者の支援を行った。その後1907年6月10日にピュージェット、サウンド海軍造船所で、再び予備役となる。カンドック入りするボストン。 ニューヨーク海軍交渉、1888年、1911年6月15日から1916年9月まで、ボストンはオレゴン海軍民兵の訓練官任務に従事し、1917年5月24日から1918年6月まで海運委員会に退与された。1918年6月18日にボストンは新兵収容官として、 メアアイランド海軍造船所で最終駅し、イエルバブエナ島に牽引され1946年まで任務に従事した。1940年8月9日、新たな従順洋艦にその名を譲るため、デスパッチへと改名される。デスパッチは1941年2月17日に9-2へ艦種変更された。 デスパッチは1946年4月8日にサンフランシスコ沖で海没処分された。ボストンの8インチ砲のうちの2門はワシントン州所アラインのハムリンパークに展示されている。しかしながら軍の記録にはなぜそれがそこに展示してあるか示されていない。ありがとうございます。